はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。というわけで、今回なんですけどもえ、岸田政権のね、もうほんと、重なる増税と国民負担によって、 ま、今ですね、内閣支持率がボロボロになってきたっていうわけで、えー、こちらの記事、岸田内閣支持率28%、2ヶ月で17ポイント下落、毎日新聞世論調査というわけで、僕あんまりその、定期的に支持率取り上げたりすることってあんまないんですが、まあ、今回はですね、この支持率に関してもういろんな動きがあった、まあ、それは朗報もあれば秘報もあるということで、今回はこちら見ていこうと思いますんでよろしくお願いいたします。えー、毎日新聞は22、23の両立、 全国世論調査を実施し、岸田内閣の支持率は6月の17、18実施の前回調査33%から5ポイント下落し28%だった。支持率が30%を下回るのは2月の調査26%以来5ヶ月ぶり。不支持率は前回調査58%から7ポイント増の65%だった。 下落は2ヶ月連続で2ヶ月間で17ポイント下落した。支持率は3月から上昇傾向が続き、広島であった G7 サミットの開催中に実施した5月調査では45%となった。しかし、マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐなどして状況は一転、前回調査から下落傾向となっている。調査は携帯電話の消灯メッセージサービス機能を使う方式と固定電話で自動音声に質問を答えてもらう方式を組み合わせ、携帯524件固定、 498件の有効回答を得たと。というわけなんですけども、まあね、確かにこの G7 サミットの時では登ったわけですが、まあそれと同時にやっぱりあの、ぼっちゃんのやらかしっていうので、まあここのね、ボーナス期間っていうのは完全に消滅したかな感はあるわけですよ。あまああの話もね、結構熱冷めましたけど、重要な点、例えばさ、なんで6月1日付の辞職にしたのか、要は、 退職金やボーナス返納したっていう話が出てるけども、別にそんなことせんと最初からさ、もらえない条件にしとけばよかっただけじゃねえのに関しては一切の説明もない。で、ボーナス出たんやけど、返納したっていうのは、口頭で聞いてるだけなわけですね。だから、ほんまに返したかどうかなんてわかんないわけですよ。その後の追跡なんてせえへんから。しかも、金額に関しては個人情報だから言えないまで言ってるわけだから、まあ変な話、1円でも返納すれば返納したって言えるわけですからね。 え、なんでそういったところ隠すんやろうなっていうさ、不信感なんかもあったりするわけ。結局のところ、あれについては、また続報があればね、もう一個のチャンネルの方でね、取り上げていこうかなとは思ってますが、まあなぜこれって G7 やったりするけども、結局のところは、身内に大雨発覚したから、そのボーナスなんて消えてしまったわけですよ。で、さらに、この通常国会閉会してからの増税リストがちょっとやばすぎるっていうことで、そもそもあの政府税調の提言、税収過去最高って言ってんのに、 十分税金足りませんっていうかわっけのわからなこと言ってて、で、それを受け取った岸田さんが、これはなんて素晴らしいんだってみたいなこと言ってるから、もう増税に向かうのはうほぼ間違いなわけですよ。で、その中の提言でもさ、もうありとあらゆるものに対して課税とか、工場を減らすみたいなの発表してて、これがもし実現されりゃマジでとんでもないことになるぞって言ってるわけ。で、今回の対象はサラリーマンってことになってくるから、日本で約6000万人いるっていうそのサラリーマンの方、みんなの増税になるわけですよ。 だからね、このマイナンバーカードをめぐるトラブルっていうのでいろいろ言ってるんですけど、僕個人的にはこっちってそんなに多くないかなと思ってて、やっぱりその経済問題、岸田政権発足してからまだ多分2年は経ってないと思うんですよね。でもさ、実感としてここまで国民負担とか家計負担が増えたなって思うことってなかったんちゃうかなって思うんですけど。 データでも税収は過去最高を連続で更新してるし、実質賃金は14ヶ月連続でマイナス、つまりみんな手取り1年2ヶ月連続で減ってるわけやから、それは生活苦しいわいって話。でも、コストプッシュインフレで物価はどんどん上がってってるから、生活することがすでにさ困難な状況やのに、まだ増税するって言ってるわけやから、マイナンバーカードのトラブルよりも、やっぱりそっちの生活区の方が大きいんじゃないかなって僕は思ってますけどもね。 で、もう一つは、九州、秋田の豪雨災害を完全に見捨てて外遊行ったっていうところだと思いますよ。まあ、これについてもね、もう一個のチャンネルで取り上げてるんで、よかったらね、そっち見てほしいんですが、いや、ほんまにこの人どこの国の首相みたいな、そういった動きをしてるわけですよ。ガチで、この秋田とか九州の豪雨災害に興味ないんやなっていうのはすごいよくわかるんで、それと、そのさっきの経済のこの二つが割とさ、おっきい要素なんじゃないかなって僕は思うんですけどもね。いや、もちろんマイナンバーカードのトラブルもあるやろうけど、 だってさ、豪雨に関しては九州と秋田なわけですよ。九州なんてがっつり麻生の温帯地元やし、秋田は菅さん地元なわけでしょこの二人も別に何も思わんのかなと思うしね。要は見捨ててるわけですよ、そこを。まあ、思わんねったらしょうがないけどもね。で、えー、これがですね、その毎日新聞の岸田内閣の支持率の推移ってことなんですが、支持率がね、もうこの辺にドカーンと下がってるわけですよ。多分ここが G7 サミットやったと思うんですけど、もうそこを起点にものすごい下がってるわけ。 で、久しぶりのこの20%台突入したと。で、まあ、この幅がさ、要は2ヶ月で17ポイント下落してるっていうのもすごい、この傾斜不支持もここまで拡大してるから、この2ヶ月間ってことを考えれば、マイナンバーカードの問題というよりも、やはり経済問題で国内災害の対応じゃないのかなと思うんですけどもね。ただですね、この28%っていうのも、あくまで毎日新聞の記事なので、毎日朝日って言ったら、どっちかって言ったら批判的な ことが多いから、支持率ってやっぱ低くなりがちなんですよね。逆に読売新聞なんかは政権寄りなんですけども、その読売新聞の支持率調査でもこちらですね、内閣支持率35%、6ポイント下落し、発足以降最低読売世論調査というわけで、政権与党寄りの読売ですら、支持率35%に下がってると。ちょっとこっちの記事見ていきます。えー、読売新聞社は21-23日に全国世論調査を実施。 内閣支持率は前回から6ポイント下落。21年10月の発足以降、最低の35%となった。不支持率は52%、え前回44%で、22年12月に並び最高となった。マイナンバーカードをめぐる問題が収束していないことが要因と見られる。というわけなんですけども、まあね、政権与党よりの読売ですら、この35%ってことなんですが、正直35%もあんのかってほんまに思ってしまうんですよね。見えてもさ、 その自民党命っていう人の不動票があるのも間違いないし、事情保守って言ってる人たちがいるのも、まあ事実なわけだけど、その人たちにとっては、LGBT 法案とか、それこそさ、この外遊、国内災害一切無視で外遊してたっていうところなんかがさ、どやねんっていう人結構いると思うんですよね。まあ、あとは統一協会の問題だって結構グレーなまま放置してるし。 で、さらにこのマイナンバーカードの問題なんかもそうかな。そっから考えると、いろんな層からこの岸田政権って批判されててもおかしくないと思うから、35%もほんまにあんのかって思うんですよね。で、それこそ3.5%で、ああ、そうかなって納得するリアルな数値なんかなって思ったりするんですけど、岸田政権にさ、期待してるなんて声、僕、聞いたことないっすよ。だから多く見積もってもさ、 これの半分の17がええとこちゃいますだからこれ聞いてくださってる人も、その読み売りにしてもそうやし、毎日の28でもそうやけど、ほんまかよって思う人結構多いと思うんですよ。だから僕支持率調査あんま取り上げないんですよ。まあ、そもそもこの G7 サミットみたいなんで、なんか知らんけど一気に45%まで跳ね上がったりするわけのわからん連動率もあるし、そもそもがこの調査の結果が、 到底信じられる結果と思えないというか、もちろんそれはお前の周りだけそうで、お前の意見が少数派なんだから甘んじて受け入れなあかんやろって言われたら、もちろんその通りなんですよ。あとはこの読売にしろ毎日にしろ、マイナンバーカードが原因とはとても思えないっていうところもね、ちょっと思ったりするんで、それよりも、こんだけ増税論がバンバン出てたらさ、明日の生活とか将来の生活が不安すぎてどうしようもない方が勝ってるから、不支持が多くなるというか、支持率が低下してんじゃないのって思ったりするしね。 という感じで、まあ、支持率については軒並み下がってるっていう状態なんですが、まあ、個人的には、ですね、まあ、この支持率のことについて、朗報と秘宝があるっていうふうに、ね、冒頭でお話しさせてもらったんですが、まず、ね、朗報をちょっとお話しさせてほしいんですけど、これについてはねこちらの記事、自民党支持率3年ぶり2割台、岸田首相の遠心力、浮世離れの印象というわけで、 今のはさ、その岸田内閣の支持率やったんですけども、自民党の支持率自体も3年ぶりに2割台突入したってことで、結局もう消去法で自民党になったっていう人らも離れてきたのかなと。まあ、ようやくこのままいけば自民党政権も終わりを迎えるのかなってわけで、 ちょっとだけこっちの記事見ていきます。ただし、有料記事なので途中までです。岸田内閣の支持率下落が止まらない。県庁だった自民党支持率も2割台に落ち込み、政権自民内にじわりと危機感が広がる。政権発足時に聞く力を強調していた岸田首相は原点回帰を掲げ、地方での対話集会に乗り出すが、自民党内から効果を疑問する声も漏れる。自民の世耕幹事長は18日の記者会見で、政党支持率が下落していることに危機感を隠さなかった。 国民から党に厳しい目が注がれているということをよく自覚し、やるべきことにしっかり対応していくことが何よりも重要だ。朝日新聞が15、16日両日に実施した世論調査で自民の支持率は28%に下落した。20%台になるのは第2次安倍政権末期の20年6月以来だ。内閣不支持率も今年3月調査以来再び50%となったと。というわけで、まあ、これ以降は、ね、有料記事になっているのでここまでなんですが、それについてはグラフとして、岸田内閣と自民党の支持率の推移ってことで、 まあここでは内閣の支持率、不支持率と自民党の支持率っていうのもね、この一番下の点線で記載されてるんですよ。要はこ、いつもさ、この支持率だけはこうやって幅出るんやけど、自民党がやっぱ変わらないことにはどうしようもないよねっていうことが多いわけ。で、その自民党の支持率っていうのはついに28%に落ち込んだ。これが3年ぶりってことやから、まあ、ここは両方なのかなっていう気はするんですよ。だから、まあ、これ岸田さんがさ、変わったって自民党が変わらなければ何も意味がないっていう人もやっぱいるのは間違いないわけで、 個人的にはそんな中でもこの岸田さんはさっさと退陣した方がいいよっていうレベルでやばいと思うんですけど、まあ、やっぱりここの一番下の部分の党の支持率っていうのをいかに下がるのかっていうのがポイントなのかなと思ったりします。ただまあこれは朗報だと思うんですけども、この支持率がいかに変動しようが、やっぱり野党がこれに対抗できないっていうのもちょっと大きな点もあるし、 そもそもこの上の内閣の支持率に関しては、例えば広島で G7 サミットやりますっていうだけでさ、ちょんと上がったりするわけですよ。変な話、あの今野球の大谷選手にさ、国民栄誉賞を与えますみたいなことを発表するだけでさ、多分支持率爆増したりすると思うんですよね。それぐらいなんか脆いもんだなって僕思ったりしてるし、で、さらにその調査の方法も固定電話とか携帯電話と大体1対1でやってるわけじゃないですか。でも固定電話を持ってる人っていうのも結構減ってる中、そこに執着してるとか色々あったらさ、やっぱ印象操作もしやすいなっていうのもあって、 この支持率っていうのをやっぱり気にはせなあかんねんけど、あまり重きを置かなくてもいいんじゃないか。逆に言ったら、支持率の重きを置けば、どうすれば国民が喜んでくれるかってことを考えんねんけど、そうじゃなくて、これが、それぐらい脆いものだって、この人たちが認識していれば、大して意味はないのかなって思うのが秘宝の部分でして、えそれがですね、こちらの記事ですね。え7月20日になるんですが、共同通信、首相、支持率独落に強がり見せる、いずれ上がるということで、 えー、岸田首相は20日、自民党の遠藤総務会長と官邸で会い、報道各社世論調査で続落する内閣支持率について、上がったり下がったりするものだ。いずれ上がると述べた。マイナンバーカード問題が響いて厳しい状況が続き強がりを見せたようだ。関係者が明らかにした。14、16日実施の共同通信世論調査の支持率は34.3%で、岸田内閣として最低水準だった。というわけで、岸田さんね、そういう風に言ってるわけですが、支持率なんてこんなもん関係あらへんと。 あの、いずれ上がってくるんだから問題ないっていうことを言ってるわけですね。個人的にはここ最近出てきているあのサラリーマン増税の記事だけでどこに上がる要素があんねんと思うわけですよ。あれは政府税調のさ、提言だっていう人もいるかもしれんけど、防衛費の問題はまさにそうでしょ増税考えておりませんって言ったけどもさ、 防衛費に関しては増税しますって一気に手のひら返しかましたわけじゃないですか。で、異次元の少子化対策だとか言ってたけどさ、その中身開けてみたらさ、もうびっくりするぐらい微妙というか、今までさ、テーブルの下に隠したやつをもう一回上げてきただけみたいな。あとはその中身でもからくり解いていけばさ、結局は国民負担に変わりはなかった。こんなもんでどうやって少子化改善すんねんっていう愚策ばっかり出してきて、そのくせ予算はめっちゃかかるみたいな。で、自分たち無駄遣いばっかりするのにさ、税収足らんから増税とか言ってるわけですから。 どこに上がる要素があんねんみたいな。経済だけでもさ、めちゃくちゃやってんのに、その大雨被害に関しても国外逃亡をかます。他には海外にばらまくとかさ、完全にさ、国内よりも海外優先にしてるやん、この人。それでなんで上がると思ってんのかわからへん。逆に唯一考えられることは一つ。有権者の責任なんですよ。 要は何があったって絶対に自民党が負けるわけがないって思い込んでるから、まあこういうふうなことが言えるんじゃないですか。で、選挙公約には全くなかった国民負担の話とか、手のひら返しの増税みたいなわっけながらのかな対満をすぐにさ、許してしまえてるんじゃないですか。逆にこれで言えることは岸田さんってやっぱり国民の声聞くからないんすよ。普通に考えたら国民の声をよく聞くんだったら支持率ってすごい気にせなあかんはずなのに、 そこに対しても、いずれ上がるわって言ってるわけでしょということは、岸田さんの中では、支持率ってそこまでさ、気にする指標じゃないわけよ。いや、僕もその意見分からんことはないんやけど、聞く力をアピールしてんだったら、それは良くなくない逆に、いくら支持率が下がろうが、国政選挙がさ、まあ、2年か3年ないわけですから、変な話、支持率0%でも、この人は解散って言わない限り、やりたい放題できるわけですよ。 で、その自民党の支持率がさっき起きてるって話もあったけど、やりたい放題やったところで自民党単独じゃないわけよ。要は連立組んでる公明党もいるし、今は維新もそうやし、国民民主もそうやろうね。どっちかって言ったら。ここがさ、まあ、連立ではないけども、大体同じようなことを言うわけやから、自民党のやる政策がそのまま通るわけよ。もちろんそうなってくると、公明、維新のこのあたりの票数っていうのはさ、無視できひんくなってくるけど、 それでも、支持率上がるような根拠一切ないが、やりたい放題はできているっていう現実はあるわけで、逆に言えば、支持率はほっとけば勝手に上がるわけやから、引き勝手やらしてもらいますわ、宣言とも取れるんじゃないのって思いますけどもね。でも、実際上がってんのは国民負担だけですけどもね。あとはさ、この記事の途中でもあるけど、麻生さんの話もあるわけよ。それについてはこっちですね。麻生氏支持率当てにならず、パーティー公演で首相にエールっていうことで、自民党の麻生太郎副総裁は19日静岡県で開かれた麻生派議員のパーティーで公演。 内閣支持率の下落に直面する岸田首相に、支持率なんて当てにならないとエールを送った。岸田首相の実績は後世になって評価されるとして、生きている間は期待しないことだと首相を励ました逸話を披露したと。というわけで、もうこの麻生さん自身が、生きてる間はもうしょうがないと。でも、この人に会ったことっていうのは素晴らしいって後々評価されんねんから、今のまま突っ込めって言ってるわけよ。いやでもさ、今を生きてる我々はさ、もうボロボロにさせられるわけよ。 むしろさ、どの点がその、厚生に実績として評価される部分なんかが全くわかんないんですけどね。もちろんこの麻生さんの言っている支持率なんて当てにならないっていうのはその通りかもしれへんよ。いつやったかな、4月ぐらいにね、ちょっと回復傾向になったんですよ。その時の理由は何もしていないからだったんですよね。だから何もせんかったら勝手に上がっていくから、 今だけは下がっててもほっときゃいいっていうのも、あながち間違ってはないわけ。でも、麻生さんが言うかっていうのもあるんやけど、一個聞きたいのは、九州の大雨被害でも岸田さんは外遊に行ったんですけど、そのことについて何も思わんのかなと思うんですけどね。例えば、岸田さんのさ、その外遊の話って、広島であんだけの豪雨被害があったら、同じことしてたんかっていう意見もあるんですよ。もちろん、そうなってないから絶対どうとは言われへんねやけど、だけどさ、麻生さんは地元があの被害になってんのに、 総理大臣は一切興味なく海外行って外交してたわけですよ。で、今になってさ、むっちゃ叩かれてるから、ちょろっと行くかどうか検討しますわって言ってることに対して何も思わんのかなと思うんですけど。もう思わへんって言われたらしょうがないけど、そうなると、もはやさ、選挙さえ勝てばいい。あとは、お前らの話は一切無視。好き勝ってやっていきますよっていう宣言をしたと言っても過言ではないのかなっていうふうに思いますけどもね。はい。だから、結局、日本の総理大臣っていうのは、国民の声は聞かなくてもいいと。 党内の支持さえあれば別に関係ないっていうことじゃないのかなと思います。はい。逆の言い方すれば、この支持率が当てにならないっていうのは、今、読売新聞でも岸田内閣支持率が35%あるっていうのも当てにならないかなっていうふうには言いますよね。だって、そうとは到底思えないわけですから。だから、いろんな意味で、その、支持率なんて当てにならないわけやから、それでも自分の政策をするためにどういうふうな民意があるのかとか、その基準の指標としては十分かなと思うんですけども、もうそれすらもうほっとけば勝手に上がるからほっとこうっていう話やから、 日本はその議員内閣制である以上、やはり重要なのは途中で言った自民党の支持率の方なのかなっていうふうには思いましたね。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。えー、またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。